言葉は武器にも狂気にもなるっていうふうにちょっと伝えてまして、まあ、大体言葉って狂気になっちゃうんですよ。皆さんこんにちは、プリズムゲートの柴田です。はい、今回は初めてのゲストで吉田さんにお越しいたしました。お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、皆様お願いします。はい、吉田さんね、最近 YouTube を始めたということで、はい、恥ずかしい番組ですけどね、はい、とんでもないです、はい、ちゃんと説明欄に入れておきますね。はい、あくびしてる写真とかね、こういうとこから始まる、ね、こう切ったりしてもこんな顔しますね。いや楽しい吉田さんですけれども、はい、初めてなのでちょっと軽く自己紹介をお願いできますか。はい、人材育成コンサルタントコミュニケーションデザイナーの吉田幸寛と申します。主にリーダーとか管理職の方、そうですね、係長から部長ぐらいの研修しております。はい、はいはい、研修をこう編集の講師として、はいはい、だからこそのこの武器としての伝え方の、はい、はい、そうですね、はい、はいはい、こちらは今年発売になった本ですよね。そうですね、7月7日に、発売しました。はい、自由国民社さんから、はいはいはい、すごい、なんかはい、これ黄色ですごく目立ちますね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、黄色のね、今野球チームが強かったりするんで、それ右手も合ってるんですか。確かに、まあ、はい、うちの旦那も阪神ファンなので。あ、いいですね。はい、はい、18年に1回優勝するチームですよね。そうですね。はい、というわけでこの黄色のね、はい、武器としての使い方、はい、武器っていう言葉って結構ね、はい、強い言葉じゃないですか。はい、ここら辺伝え方に対して、はい、吉田さんの思いって、はい、そうですね、まあ、言葉は武器にも狂気にもなるっていうふうにちょっと伝えてまして、まあ、大体言葉って狂気になっちゃうんですよ。まあ、問題発言があって、例えばなかなか電車乗るときにスマホを見てて乗らない人に、もう早くスマホしまえよとか、そういうのが狂気じゃないですか。そういうのをちょっとドアが閉まっちゃうんで、ちょっと前行っていただけますったら、まだ狂気にならないじゃないですか。あ、そうですね、はい、そういう違いですね。そっか、武器は、あ、武器っていうか、言葉が狂気になっているね、うん、そうですね、危険ですね。確かにそうですよね、はい、傷はすり傷とか治るけど、うん、言葉って残るんですよ。残りますよね。そうなんですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、でその上でこの本では部下も上司も動かすと、うん、そうですね、部下から上司と、うん、上司から部下と両方できるってことですね。じゃあこれはリーダーになってる人、もしくは部下、はい、そうですね、もう新入社員から、はい、知っておくといいです。はい、はい、なるほど、はい、でこれ知っておくときっとどんな感じが良くなると。そうですね、まあ、これをまあ、結局その会社内とか社外の営業とかもそうなんですけど、コミュニケーションでみんな困るじゃないですか。そうですね、まあ、そういったところに、ね、ストレスがなくなって、いい印象が出て、売上が上がって、評価が上がるっていうところです。もういいことづくみじゃないですか。はい、そうですね、伝え方を、武器としての伝え方を身につければ、はい、最終的に売り上げも上がると、うん、はい、そうですね、はい、そしてサラリーマンの方はあれ、うん、あ、違う、最近はなんだっけ、ビジネスパーソンって言うんですね。ビジネスパーソン、そうですね、はい、はい、ボーナスもね、高校になってね、12月に寒い時に、みんなの寒い思いしてる時に、暑いと思う旅行行けるっていう。なるほど、あると思います。ボーナスホクホクな感じで、ホクホクで、はい、はい、上司も、まあ、人間ですからね、うん、そうですね、やっぱり伝え方次第で相手の対応が変わるっていうこと、ね、変わりますね、はい、うん、そうですね、やっぱり昔は上司がいいからこれやれよとか、とにかくやっといてとか省略してたんですよ。でもそれで省略して空気読めよって、はいはいはい、これ分からないじゃないですか、その省略して空気読めよ、ね、でやっぱりそれでおかしいことやるから、結局わら何やってんだよ、まあ、全然違うことやってんじゃないかって、結構狂気になるわけです。狂気、はい、適当にやっといてが狂気なんですよ。適当にやっといて狂気、はい、考えてやれとか、そこを具体的にちゃんと伝えるというそのノウハウが、はい、はい、はい、すごい読みやすい本ですね。ありがとうございます、うん、すごく簡潔にまとまっていて、はい、相手の心を動かす伝え方とか、はい、はい、すごいいい感じですね、はい、でそもそも吉田さんがこの伝え方の本を書こうと思ったきっかけは何だったんですか。そうですね、今まではどちらかというと上司から部下っていうのは結構書いてたので、はい、まあ、全体的に伝え方が、部下から上司とか、そういったものに困っている人がいるって聞いてたので、それでまあ書きましたね。なるほど、上司からじゃなくて部下もと。そうですね、はい、そうですね、両方幅広くですね、幅広く。あ、吉田さんはですね、はい、この本で何冊目なんですか。この本で15です。15冊目、はい、すごいですね。15
15冊目の茶田さんで、ね、もう私先輩です。いやいやすごい先輩でございます。なんかこれからも本を書かれるんですか？はいはい、今のところ16冊目が出た後は、ストップして、こういう本を作りましょうという話は出てはいるんですけど、特には何も、はいはい、言ったりしてます。これで15冊目だとしたら、はい、16冊目はもうあるんですか？あります、はい、16冊目の本は一体何ですか？16冊目の方はリーダーの、ね、リーダーの本ですね、はいはい。なるほどね。これからもそれも楽しみですね。ありがとうございます。それはいつの出版なんですか？それも出ました。あ、出ました、はい、あ、すいません、はい、ちょっといろいろね、あのデリケートな、ね、デリケートな話、ね、この時期にはあるので、まあ、ここ、はい、俺はこれを、はいはい、そうですね、はい、まずはこれをね、まずこれを読んでいただくと、はいはいはい、これだけを持ってきましたから、はいはい、ありがとうございます、はい、これでね、あの会社で、はい、上司と部下のなんかコミュニケーションがうまくいかないなとか、うん、そういう時ってなんか吉田さんに相談とかできるんですか？そうですね、はい、あのホームページとか見ていただいたりとか、ツイッターとかから、はい、フォローっていただければと思います、はい、ただですね、ウィキペディアに、はい、あの吉田幸宏って、もう一人ちょっと悪い方がいらっしゃるので、悪い方、自分は、はい、真面目な方で、基本で検索していただければと思います。わ、はい、かりました。やばいですね、こんなこと言っちゃってね。あ、いずれにしても、あの説明欄にホームページ URL と、はい、あと各種 SNS の、はいはい、まあ、URL 入れておきますので、はいはい、あ、皆さん、あの興味が湧いた方、はいはい、吉田さんに直接ご相談も OK だそうですよ。はい。はい、とにかくこの武器としての使い方を読んでいただきたいですね、はい、そうですね、これを読んでいただけると、まあ、伝え方で、ね、うん、困ることはなくなりますので、はいはい、非常に評価も上がるし、部下がどんどん濃くし、上司が、あ、これいいなとかって案も、ね、通してくれるっていうところがね、で結構ね、対立してる人に対して、対立を起こす、あの仕事上の対立で止めて、うん、人間関係の対立にしないっていうマネジメント、あ、まあ、日本人のよくある同調圧力を何とかするっていうようなところも方法とかも出てますので、ぜひ、はい、読んでいただければと思います、はいはい、ありがとうございます、はいはい、というわけで吉田さんが今日ゲストでお越しいただきました、はい、で今日は吉田さんどうもありがとうございました。